ボストン山中商会は、アメリカ合衆国ボストンに存在した、大阪の美術商山中商会の視八1897年初頭、山中商会と天野坊と共同で開業した山中、天野や城を前進とし、1898年秋以前に山中商会支店となった。社宅の一部、ドチェスター十四二百三十から三十四番地に、 園芸部門を開設し、茶碁ひば、かえで、こうやまき、そてつ、ぼんさい、石灯籠等を輸入し、日本庭園の建築も受け負った。また、サマーストリート93番地に、卸売部門を設け、小売店、百貨店に、工芸品、雑貨を卸したが、長続きしなかった。1909年業績が振るわないため、大阪本社で一時閉店が協議されたが、 ボストン市民により、ニューヨーク総領事、水野幸吉に対し存続の働きかけが行われ、大阪府知事高崎親賞を通じて本店に伝えられ、存続となった。1917年12月末日、山中重月次郎が持っていた株を山中商会が買収した。1935年マサチューセッツ州法に従い、 株式会社に改祖し、ボイルストンストリート456番地から424番地に移転した。1936年9月ボストン美術館の日本美術品展に合わせて、ボストンアートクラブで日本仏教美術展を行い、文化外交による廃日感情払拭に努めた。1939年度24,400ドル。 1940年度8259ドルの赤字を出し、大阪本社で対応を協議中、7月21日日本の普通院新中を受けて、在米日本資産等決令が出され、日本への資産の移動、商品の仕入れ等が不可能となった。8月12日大阪本社では、ボストン、シカゴ店をニューヨーク店に一本化することが決議し、アメリカ側で対応を検討中。 12月7日、真珠湾攻撃が勃発し、即日財務省の管理下に置かれ閉店した。1942年1月19日生産のため再開店したが、7月9日再閉店し、6月16日、敵国資産管理人局の支配に移り、資産の生産が行われ、1943年7月30日、閉店した。ありがとうございます。